はようございます。本日もやってまいりましょう、モーニングルーティーンです。本日は6月21日金曜日です。17時47分、もう夜だね。大寝坊かましまして、ということで今回の動画は上部事情の光熱費について話していきたいと思います。福岡に住んでる上部、どのぐらいの光熱費月単位でかかっているんだろうという話題を話していきたいと思います。配信で結構ね、電気代どのぐらいかかったんだよねみたいな話すと、安いねって言われることが多くて、あ、まあ結構安い方なんだと思うんだけどね。基本的に家に出ないし、夜は電気つけないし、真っ暗闇の中で俺過ごすから電気代はそもそも安い方ではある。ただこの冷蔵庫が来てから電気代高くなった。でもまあ安い方じゃないのかなとは思いますけど、で今日は朝ごはん何作ろうかなと思った時に、そういや前回言ったなと思って、アミーが作ってくれた卵料理があるんだけど、それを今回作っていこうかなと思います。ご飯使うんで、ご飯を温めながらその話題に触れていきたいと思います。ちなみに今日のジェラペケは T シャツとズボンですね。まあユニセックスだと思うんだけど、女性も着てたんで結構テロンテロン、 T シャツより肌触りがいいような薄い感じですね。薄い感じどうですか、似合ってますか。髪の毛は白が好きなんで、グレー色とホワイトがあったんだけど、ホワイトにしました。やっぱ白は明るく見えるよね、全体的に。どうですか。まあ、まず冷蔵庫をお見せしていきたいと思います。コード届くかな。本日の冷蔵庫テレレ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 、これね、金曜日で晩酌エペやった時に余った三ツ矢サイダーで水を飲んだんですね。今回使うのはカツオ節と、もうご飯炊くのめんどくさいから、砂糖のご飯。半年以上、1年ぐらい経ってるからさ、使うの怖くて新しいの買わなきゃいけないなと思ったんだけど、もうこっちの方が手っ取り早いやと思って、一人暮らしだし、身の丈に合ってるなと思って、こっちを選びました。うちは電子レンジがないんで、湯煎でやっていきたいと思います。そして、卵です。あとは水、もうそろそろ買わなきゃいけないね。牛乳と米田コーヒー、甘くて苦味がほとんどないのね。作業するときとかゲームするときとかで飲みたいなと思って買い置きしてるやつです。でまだ作ってません。すっからかん、買わないといけない、ほんと水を。で、パルムが待ってたの、これ体ね、捨てなきゃ、これも捨てなきゃ、あるあるだよね、捨てなきゃいけないの。はい、変わらずまた冷やしてます。まあ、上部の冷蔵庫はこんな感じの事情でした。ということでコーヒーを作っていきましょう。コーヒーを作ろう、テレテテ、はい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 、おなじみのいつものセブンイレブンコーヒー3杯、1、2、3ぐらい入れてください。砂糖を、お湯を沸かしましょう。沸かして沸かして沸かしていこう、お湯が沸けばコーヒー飲める、その待機時間待ち遠しい。今回ねセットめんどくさくて、普段の髪のセットせずにいつもの感じでお届けしてます。なんか中央分けてダサいよね、思うけど、あ、ダサくない、中央。そんなことないよ。沸きました。お湯を入れていきましょう。このぐらいまで混ぜ混ぜ混ぜ、オリーブを入れて、ではいただきます。うまい、相変わらずのうまさだぜ。まずお湯を沸きましょう。湯煎しなきゃいけないんで、めんどくさいことにね。あ、開いちゃダメ、この時間だから開いちゃうんだ、ダメだよ。よし、湯煎をしなきゃいけない。15分以上加熱、ふざけるな。電子レンジだったら2分か、嫌だな。
15分って長ない？いやーだなー、しょうがない。とりあえず沸かそう。電子レンジないのが悪い。で、そう、紙部の電気事情なんだけど、電気全然使わないって言ったじゃん。夜とかは電気使わないし、この照明とかね、使うことってこういう撮影の時しかないわけ。基本的につけないの。常備使ってるのは冷蔵庫と PC 関連、あと後ろのエアコン、この3つが常備電気供給してて、で先月5月はね 312kWh で、こう配信でみんなに聞いたよね。312って結構使う、一人暮らしでって言ったら、みんなはいやうちは150とかだよみたいな。一人暮らしの人は150だったり、家族で200、300ぐらいかなみたいな。で、312使って、お値段がなんと、てれれ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 、9276円。どう？安い。結構ね、配信だと、あ、安い安いって言われるんだけど、 150kWh で8000円9000円とかしてると。だから312も使って9276円は安いって言われたから、なんか自慢したくなっちゃった。でも来月から噂によると高くなると1000円近くぐらい。7月怖いですね。9276円の電気代でした。そしてで、水道料金、神戸はシャワーを浴びてます毎日で、なんと3937円。62日間やけん月に1000円、安い。個人的には思った以上に安いような気がするんだけど、水道料金自体は2094円、下水使用料は1843円、ご使用水量が12立方メートルって書いてある。これちょっとわかんねえな、安い方なのか。よし、これに砂糖のご飯を入れます。こっから15分。はい、15分で、ガスがね、引き落としだからさ、詳細がわからない。請求は4545円。なんで神戸の月の光熱費3937円割るに9276円、4545円は、光熱費神戸の自宅では15789.5円、16000円ぐらいかな。みんなはどのぐらいかかりますか？福岡ね、電気代とか安いイメージ持たれてるような気がするんだけど、住民税が 10% なんですよね。ただ都市開発としては全国区の中で一番って聞いてて、すごく都市開発に頑張ってくれてるんだなと思ってますね。福岡で言えば天神とか博多なんだけど、建物をリニューアル、開拓されていったり、公共交通機関の利便性がどんどん良くなっていって、駅が増えていったりしてね、車なくても過ごせる街だなとは思ってます。16000円か。夏の方がもっとかかるか。嫌だな、16000円以上行くのは嫌だな。でも俺一人暮らしする上でマイルールみたいなのがあって、ストレスなく過ごせる場所を確保したい。ラフに入れる一人暮らしっていうのをモットーに頑張ってるから、節約節約節約ってなるとしんどくない？そういう面ではね、節約っていう概念があんまりないんだけど、なんで8月もおそらくエアコンつけっぱなしで温度低くしてやってると思うんだけど、神戸の光熱費はこんな感じです。皆さんもぜひね、コメントで教えてください。なかなかね、外出ないし、人とコミュニケーション取らないし、本当引きこもりだから今、だから全然外の情報入ってこないんだよね。残り9分なんで卵作っていきましょう。油を入れて、よし、片手割れチャレンジいきやーす。うぃー、もうほんとうまくなったもんだな、自分でも思うが。そして水を入れて、蓋をします。中火で。かつお節もね、1パックしか使わないんだよね。1パック神戸カラーのお茶碗使います。あー、いい匂い、卵焼きのいい匂いだ。うまそうだ。あ、いい感じ。いくよ、オープン。ほらー、めっちゃいい感じ。余熱で黄身をいい感じにしていきます。まだあと5分あんだよね。簡単でなおかつうまいの、めっちゃおすすめだから。で、そう、やっと醤油買ったよ。じゃ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 ん、絞りたて生醤油です。効果はね、醤油って甘いのよ。これもサラッとした感じ。本来はね、もうちょっとドロッとした感じのイメージなんだけど、 450ml。 いくらか忘れちゃった。でも120日間って結構持つね。4ヶ月持つから10月あたりで捨てなきゃね。あと4分。長えな。はいはい
あれを見た。五等分の花嫁のシーズン2をやっと見た。シーズン2と映画めっちゃ良かった。ほっと良かった。五等分の花嫁ってどんなアニメ作品かっていうと、5つ号ない、5人の女の子がいて、この5人の女の子は勉強ができないんだよね。赤点取りまくるからやばいとなって、お父さんが家庭教師を雇うんだけど、成績トップの優秀な主人公に頼むわけ。同級生だけど家庭教師をやるんだけど、最初はね、五つ子は拒否るわけ。同級生だしプライドがズタズタになるし、うるせえしみたいな、拒否るんだけど、家庭教師をやっていく中で男の子に惹かれていくわけ。5人とも男の子が好きになっていくわけね。5人同じ人を好きだから、この中のドラマがあったり、恋の物語、フルオンパレードのアニメ作品。説明難しい。感動したし泣けたし、何よりもキュンキュンできたし、大画面で見るとね最高っていうことって、時間もなったんで作っていきましょう。はい、いい感じになったね。まずご飯を持っていくんだけど、オープン。あっつ、うまく盛れるかな。あっつ、いやあっちんだよ。オッケー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 、うまく、あっつあっつ、いい感じだね、ちょうどいい量。まずご飯を盛り付けて、ご飯の上に鰹節をこうやって、で、ここで醤油、こうやってシュー、よし、その上から目玉焼きを乗っけます。最後にもう一回醤油をピーってかけます。結構俺こういう味好きだからな。完成目玉焼きご飯の完成です。ではいただきます。この半熟と、そしてご飯、うん、うまい、めっちゃうまいじゃん、最高、めっちゃうまい。カミベって今さ、お米食べてるイメージないと思うけど、幼い頃は言うてマヨネーズご飯とか食べてたし、きなこご飯、ご飯の上にきな粉をかけて食うっていう。あとはふりかけ、ふりかけで一番好きだったのは紫色のさ、しそご飯かな、めっちゃ好きだった。そぼろご飯も超好き。お弁当の中ではそぼろご飯が一番好き。テンション上がる。幼い頃はよく食ってた。まあ二十歳過ぎぐらいの時にスタイルとか気になりだして、お米をあんま食べなくなったっていう。ちょこちょこは食ったりするけど、別に米嫌いなわけじゃないし、米を抜かしてるわけでもないから。たまにはね、お米食うのもいいね。ずっと食パンだったからさ、新鮮だ。うまかった。ごちそうさまです。食べるの早いって言われるけどさ、俺元ラーメン屋店員なの。ラーメン屋さんはさ、休憩15分しかない。15分を何回かに分けてちょこちょこ休憩行くスタイルでさ、15分の中でラーメン食わなきゃいけなくて、ラーメン食う時間も休憩時間引かれるから、3分5分ってもう食うみたいな。それがね、6年ぐらい続けてたから、食べるのが早くなっちゃったんだよね。くせ、わあ、お腹いっぱい。飲み終わりました。はい、ということで終わりましょう。お腹いっぱいだし、ご飯も食ったし、いい朝を迎えました。夕方だけどということで、これにて終わりにしたいと思います。今回は神戸の、光熱費についての話題と、今回新しいジラペケ、はい、T シャツ、白の T シャツ、明るく見える白です、とこのズボンもセットで購入しました。気になる方は概要欄から見に行ってください。それと、このジラペケで撮った写真公開してますんで、概要欄から確認してください。ぜひ見てください。あと、この動画がいいねと思ったらコメントと高評価よろしくお願いします。チャンネル登録までよろしくお願いします。ということで、これにて終わりにしたいと思います。ここまで見てくれてありがとうね。じゃあね、バイバイ。GoPro がさ、充電器がバグったの。ちょっと見せるわ、その充電。ちょっと待って、ほら、めっちゃ膨らんじゃってさ、で、なんか取れちゃったんだよね。これも多分ね、寿命だと思うんだけど、結構膨らんでるんだけん、コードを直接つないで今
GoPro 回してる。買わなきゃいけないね。コード届くかな。ダサくない？注文なんか亀ちゃんにもね、前回もう前髪全部下ろした状態で髪セットしてないやつよかったよって言われるから、でももうね、目もかかるからさ、この長さだからこんな分けちゃった。完成よくマミーが作ってくれたんで覚えてるんですが。